今回の目的地は聖都、そしてソン・ロハン郡を降伏させる。どちらかというともうですね、聖都を制覇する方がちょっと簡単で、簡単というかこのソン・ロハンの降伏がちょっと難しい感じになってまいりました。果たして今日の目的果たせるのか果たせないのか、今回も楽しんでゲームをやってまいりましょう。さて前回ですね、我々指導を守りきりまして、逆にカウンターだ反撃だという具合でございます。まず指導からですね、各愛ヨモヌコジャムカ当該、一体これは誰の真似をしているんだ。そろそろ視聴者の皆さんが苦しくなってきたところで、普通の実況に戻りたいと思います。出陣する。残りの方々も同じルート、もう席はですね触る必要はありません。ぐるっと回っていきましょう。聖都攻撃だ。こちらからトグリル、クビライ、オゴデイ、略奪太郎にジュチ、そして何層壺の勝者、これがないと始まらない。このシリーズいつからこんなふざけたシリーズになったんだ。真面目にやってきたのに。そして忘れてはいけないここですね、いざこざが始まるからなかなか親善で関係が上がらない、これがどうなるかといったところ進めます。やっぱり来ちゃいますね。もうしょうがない、このエイネまでは取らせましょう。ん？これさらに前来るのかな。お、戻りますね。頃合いよし。で、ここは罠かな。師匠の使者？いや、また同盟とか言ってる。拒否。罠だけで済めばいいんですけども。よしよしよし。引いてますね。これで交渉もう一回、交渉じゃない、親善もう一回始めましょう。これ金マックスじゃないとねダメですわ。他ないかな。兵糧、兵糧マックス、あ、12万もすごい。もう名品じゃね、言うこと聞かないんですわ。ダメダメだこれ、価値20じゃダメですよ。てか価値20しか持ってないんだこの時点で。どうしたのかな、なくなっちゃったのかな。全部曹操が持ってるのかな。しょうがないですね。金12000、これがベスト。行ってもらいましょう。一方生徒、あともうちょいのところまでトグリルがやってきている。喋ってる途中でソン・ロハンからの使者、これが本当の渡りに船。金1万もいらないよ。孫将校は1000で OK。 どうですか、不和か。これで親善入っ、あ、また契約、またなんかやってるぞこれ。いや、やってる風には見えないですけどね。それかこちらがなんかやってる。んここら辺怪しいな。あー、陣か、ダメだ。おっと、ここで一騎打ち。両家対両家、両家76、両家66。頑張れ両家、両家頑張れ。んー、バチコイ両家、両家そう、なんだそれは。ただ応援してただけじゃないか両家。本当食備機もいい加減にしたまえ。やりつ赤い親善でございますね。これでどこまで上がるか。金12000、平城。ああ、また契約に戻るか。まだ触ってますからね、しょうがないですね。さてまた敵地までね落ちましたね。あちこちの建物どうしても触りに行くんですよね。撤去不可でもねダメなんですよね。3ターンぐらいちょっと見なかったらいつまいか長安攻められとるやないか。このシリーズ多いな。さて相手の兵数多いな。
巨大だこれ、巨大なゴブタイ。これはちょっと完全に後手に回りましたね。どうしよう、平坦切りもちょっとしづらい感じですね。うん、とにかく花崗岩を叩きましょう。まずそれからですね。いやー厳しい。長安から4万出しました。いけるのかいこれは。揺らしてくる、揺らしてくる。まずは一騎打ち、クビライ花崗岩、クビライの岩ブロック95、一騎持ち VS 花崗岩94。なんかまた負けそうな、負けそうな匂いがバチコイ。負けそうやないか。うん、大丈夫かこれ。お、今んとこ勝ってるけども、まさか KO。 よし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 、4度目 KO。 カストシュ、打ち取らないね、そんなことはまあないね。さて勝てるのかいこれ。全然見えないけども、また一騎打ちだ。クビライのやん、なんと曹操にも仕掛けた。勝てばこれはかなりの金星。大志くん95対87。よし行ってみよう。曹操が相手になってやる。うん、ちょっと負けてる。おお、でかい、今のはでかい。いいぞ、よし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 、まさかの2連続 KO。 ほう、言ったものよ、ずっと連敗してたのに。よし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 、これはいいぞ。妙才なんとか出たな、連戦か。あ、そうだ、すいません、なんか途中になっちゃってすいませんけど、前回ですね、大越代理入ったんですけども全く触れてなかったんで、1ミリも触れないで前回終わったんで、今回見ましょうね。大越代理というのはですね、大越っていう国と代理で、場所はですね、実はこの三国志のマップの中にございまして、まず大越、これは孔子ですね、孔子からベトナムの方に伸びたものが大越で、大越の北、おそらくですね、霊陵のあたりとかは代理だと思うんですよね。この山間部、ここが代理、もしかしたら県内とかも入るのかもわからないですけど、ここら辺ですね、これが代理というふうになっております。それがですね、青き狼と白き目鹿のゲームでは大越代理がなんかベトナムのあたりにありましたかね、カンボジアからベトナムぐらいが確か大越代理、まあ連合軍みたいな感じでしょうかね。さてどうでもいい地理の話は終わりまして、名前のとこルビがどこだよそれって書いてありますね。ただいま説明させていただいた次第でございます。個性が三越、まあ大越ですからね。で高慢、高慢なんで高慢にしたんだろう、なんでかな、この間の特産品に続いて高慢の意味がわからないな。まあ山が高いからっていうね、予想がつきますよね。あと山強いんでね、長打ついてますね。長打強化なのに長打がありませんね、陣形に。めちゃくちゃですね、やっぱりね、めちゃくちゃなところを表してるんでしょうね。そしてパラメータ塗卒31、武力28、知力53、政治26、魅力20。知力がちょっと高い。そして二刀流ですね、これは大越と代理を持ってるわけですね。はい、お後がよろしいようで、大越代理でございました。一方問題のこちら長安でございます。長安が落とされるなんてことがあったら大変でございます。やりつ赤い神前でございません。どこまで上がるでしょうか。平城、ここからはね、上がってほしいですね。よし、花崗岩撃破、これで曹操まで撃破できればなんとかなるかといったところ。この使者はまた師匠か大越代理か、拒否。うん、どうかな、突撃をかましていく。いいですね、その突撃。曹操の、おお、もう一回来た。95、あ、な、お、怪我してる。いいぞ、これはもう倒したも当然。ナイス、あ、今までの弱さを払拭するかのごとく。
1万6000を吸っていく。よし、これでなんとかなったかな。これでクビライノヤンブロックが1上がる。ではこのターン、この道館に集めた3000の部隊、まあ関とは8000だけども、これを宝徳の勝者にぶちまけてやろう。食らうがいい。出陣します。で、北の方になんか嫌な人が見えちゃったんですよね。脅威やってくる。当てるかな、これは。一方こちらは生徒でございます。もう城攻めを開始いたします。出てこないですね。ならばよろしい。なんだこれ、右の方に絨毯うりお殿と一緒の心強いって、本当か、本当にそう思ったか。まあそんなおふざけはいいとして、こちらですね、長安卑猥な炸裂でございます。これで王騎を混乱した状態で攻撃しております。行きます。いいですね。いけるいける。そこからのチンドク。このシリーズチンドク何回出すんだ。参ります。おっと、また一騎打ちだ。ザクセンが陳健に一騎打ちを仕掛けました。ザクセン78、陳健70。いい勝負かよ。いざ真雨を決算。あー、待ち込み。お、いい勝負、いい勝負。分からんよこれは。うん、勝ちましたね。さすがザクセン校、ドイツ騎士団寮のザクセン校なんだこれが。一方生徒取り囲んで大勝ちでございます。そして先方いろいろ打てますね。まずはいつものシャシャリ当該かましてやりましょうか。虚祖進軍混乱不与。おお、今話すところでしょうか。トゲの虚祖進軍フルゲージですが何日でしょうか。まあ今ね1日2日経っちゃいましたけどね。7日いい方です。ジャムか不当不屈より多分普通に混乱の方が長そうですよね。足していきましょう。足していく。そのジャムカの混乱なんと19日、12日も足していく。で、各は不当不屈混乱不与、混乱祭りだな。あ、これそうだ、拠点に効かないわ。お、もう一個ありますね。神聖炉増えるのか、どうなんだ。混乱なんか増えた気がしないぞ。まあ、2、3日経過したから、あ、でもちょっと増えたんじゃないですかね。微妙だな。まあ増えても1日ですね。お、さらにクビライ混乱、これはもう再起不能じゃないか。生徒は現在の時点で混乱19日、約2ターン何もできない。使者がお待ちです。その反使者、これは、お、和んできた。いいぞいいぞ、お互い和もうではないか。そして生徒、最終段階、巨大な都市生徒は最終段階を迎えたのである。ちょっと噛みましたけど、完全に囲みましたね。これどうなってんの、これどうなってんの。うわうわうわ、巨大都市生徒完全フォイ陥落、目的地到着だけどまだ終わらない。なんとキレの悪い。降伏を進めましょう。すごい数捕らえましたよこれは。で、全部ね食らしい武将、あ、ロシクがいるけども、ロシクの息子のロシク、あ、ファリオ、ファリオしとけばね次になんか使えるかもしれない。さて、また動いてますね。非常に厳しい。建物建てるだけだったらいいですけどね。これでどこまで上がるかがポイントでございます。どうでしょうか。まだ不和きつい。お、宝徳取られた。よろしくお願いいたします。お、文王が来た。あ、文金の息子だ。やった。
最後の豪傑。さて1月上旬となりました。探査空、探査の空でございます。2回しか言いませんでした。また東洋を選んでしまいました。探査空なのに深夜探査空、日数がかかるよ、日数がかかるの嫌だから、この時のためだけに編成をかけて委任を解きまする。さあ向かってくんのかい。ん、引いてる人もいる。オーチン、いやこれ違うでしょ、こんなの作ってないよ、そんないやらしい名前。おい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 、下げられてる下げる、これ難しいぞこれ。2個強食食らった。記者が面会を望んでいます。お、諸葛亮返してほしいか、ちょっと返すの早いな、まだ拒否。あ、来てる来てる来てるよ、再送落としたいとか言ってる、ふざけるなよ。報告が。平城、もうずっと平城から上がらないよ。有効まで行けばなんとかなりそうなね気がしますけど、進むんかい。この進むスピードよりも早く、ああ無理だ無理だ。お、戻るか、戻る戻る戻る。いやなんか動きがおかしいな。ガセイは来てる。うん、ダメだな、進んでくるな、やるしかないか。しょうがない、もうどうせ敵地まで落ちるから出ましょう。もうきっちりねやってやりましょう。よし、兵力最大、触る敵皆傷つけましょう。まだ郊外が生きてるのか、236年、郊外はまだ生きていた。水際作戦出撃だ、出陣だ、バッチャオ出ました。再送から、うん、まだね交渉してますけどね、親善ね、難航なんてもんじゃないんですね。これ不安になってもね、どうせ敵視になりますからね、瞬間で倹約です。使者がお待ちです。そそ使者、報徳を返してほしい。ダメだ、お っと来ましたね、関連の金藩教習かな、まだ読めてないのか。あの新武将が出なくておかしいなと思ったんですけどね、この年だけ抜けてました。なんでこの年を抜いたかわかんないですけど、多分意図してこの年は抜いたんだと思いますね。おそらく抜けてるのこの年だけだったんで。絶対にミスを認めない、私はミスをしないで、ああ今違うな言い方、私は失敗しないんで。もうダメだ、言い直してもダメだ、絶対失敗したわ、絶対忘れたんだよ、あれ見直したんだけどな。ということでですね、この孫露藩軍を一回やっつけるというところ見てまいりましょう。まだまだ向かってきますね。どうすると言うんだい君たち。おった出た、新戦艦、これで劉さんを撃破だ。郊外が上陸してくる。金の統率上がって91、金冠三傑が逃げていく。いやーしかしここでですね、降伏がこんなに難しいとは思わなかったですね。おっと主観捕らえました。これでやっとですね、また交渉のネタがねできましたね。あ、逃げる逃げる、郊外逃げる、逃がさんよ、ここは乗りかけた船、乗りかけた船、行きかけの太刀、絶対逃がさんよ。よし、追い回せ追い回せ、追いかけ回せ。もうここら辺のね歩は取らないとどっちにしようダメなんで。うわ早いな相手も。使者が到着しました。その反使者返しましょう、主官をすぐ返しましょう、有効的に返しましょう。承諾、これでふわ、さらにちょうどよく死者が届く。これでどこまで、12000積みましたからね。
1万2000も積めば一気に有効。よし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 、ここから抽選が始まりますからね。抽選開始。幸福、韓国、ソロハン、きたー、来ましたね。まさに好機、林芳樹。かしこまった。ファンに怒られる。検索しちゃダメですよ。よろしいですね、林芳樹で。2回も言うことないよね。さあ来ました。これにて目的地到着。全然目的地到着じゃないんだけどな。やっぱり締まりが悪いですね。やっぱ最後やっぱり踏みしめてから行かないと。おっと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 、一気に赤がいなくなった。いいぞ。さてサイコロの出目のお時間が参りました。私出目考えながら気づいちゃいました。今回最後のサイコロでございます。発表していきます。1番、曹操を倒して師匠を降伏。領主を制覇して師匠は降伏。そうです、今回6通りございます。最後にふさわしい完全なサイコロでございます。そして2番、曹操を倒して劉備を降伏。こうなると最後師匠ですね。はい、次3番、劉備を倒して師匠を降伏。こうなると最後は曹操。はい、次4番、劉備を倒して曹操を降伏。はい、次5番、師匠を倒して曹操降伏。最後は劉備っていうパターンですね。そして6番、ここは貯めてもしょうがない。皆さんお分かり、師匠を倒して劉備を降伏、最後曹操。さて最後、運命のサイコロを振ってまいります。では最後のサイコロの時行ってまいりましょう。行きます。何が出るかな、何が出るかな、最後のサイコロお願い。6番。6番、師匠を倒して劉備降伏、最後曹操。そうきたか、サイコロのドラマ。サイコロが最後の相手に選んだのは曹操でございました。師匠を倒して、一番これスピード速いんじゃないかな、もしかしたら。まあ劉備の出方次第。いやーちょっと感慨深いですね。まさかね、このサイコロシリーズで僕最後までやれると思ってませんでしたからね。おいおい、ちょっと最終回みたいなこと言い始めるじゃないか。いやしかし次回間違いなく最終回じゃないでしょうかね。なんか事故がなければ、まあ連合っていう事故があり得るのかな。まあそうなるともう幸福ってのはなくなりますね。ちょっと伸びちゃいます。師匠倒してまたサイコロ振ることになります。さて次回どうなりますでしょうか。今回も最後までのご視聴ありがとうございました。